隣にはこの人がいます。あ、すごい配信画面が反射してた。マリンちゃん、いいだろう、レア顔見えてないのよ、このキラキラつき。あ、これね、こっちか。ゆずぽちゃんはどんな美女してんの？ゆずぽちゃんは後頭部が長いゆずぽちゃんはなんかね、このカチューシャが前に出すぎて頭が長く見えるっていうやつです。今横が分厚くて気になって、ここが見て、このカチューシャ分がさ、うん、もうちょっとここら辺に来てほしかったんだけど下がってきちゃって。もうちょい可愛い顔で映りたいな。顔でかいですね。あんまりですか、うん、いや、グッズでいいなと思ったことあんまない。たまにあるかな。あ、今回割と思われてるかも。いや、せっかくこの衣装が可愛いのになんかさ、やばい、ハゲてるわ、全然毛がないでも前髪がちょっと全然、ちょっとすごい、あなたの方がまあまあ、何がハゲてた。うん、同じくらいに、うん、これこのポーズいいね、可愛い。本当、研究生がよくやるやつなあ研究生敬礼ポーズねもうやらなくなるやつ、正規面になってくる。やめてよ、まだやってる8年目それがたまたま使われたのが正規面だけど、やってる人、うん、自撮りとかではあんまりやんないかな。この名前の缶バッジどうしたらいいの？使いね、なんかカバンにつけようかないいじゃん、なんか自分のものでしょつけていい、ここにえ、いいね、よくないだろうみんな一緒だからさあ、そっか、いいじゃん、つけたらこんにちは、マリンのメイクポーチ。え、つけたよ。どこに？真ん中。え、でもここら辺につけたらさ、あ、いいじゃん、上の方につけたらさ自分のってわかるいい使い道かもしれん。え、いいと思う。え、それさ、と、あ、刺した方がいいのか。刺さなくてもいけそうじゃない？でも布だよ、結構分厚いかも。あ、本当だ、無理だね、布分厚すぎて勝てない。頑張れ、分厚い、頑張れ。すごい、意外としっかりしてるのね、生地。うん、してるよ。こんにちは、ギフトありがとうございます。あ、いいじゃん。あ、いい感じ、可愛くなった。メイクそれも白飛びかなんかして名前が真っ白だけど可愛いです。あ、なんだっけ、ミラーボール。あ、ミラーボール、ミラーボール。もっと違う曲流れてきた。ダンラバンドベリーの曲が流れてる。 ABCE、うん、ミラーボールの歌詞があるの。ワン、ツー、スリーで、どうなんですか。こんにちは、ミラーボール、ミラーボールみたいな。何それ、 ABC で大丈夫か分かんない。やばい、ミラーボール大作戦っていう。大丈夫、なんじゃそりゃそう、今日はね、鉄菜です。今日は鉄菜に出るよ。マリンとは久しぶりに出る。何年ぶりに出んの、マリン。え、なんかなんだっけ、リバイバルで12周年とかやったけど、うん、でもあれでしょ、劇場ではもう5年ぶりとか。うわ、やば、そんなに経ってないか。2019、え、でもそれぐらいじゃない、コロナ前までやってたかね。すごい、公園来る人多い、ありがとう。あ、5年でもね、意外とちゃんと体に染み付いてたよね。意外と手綱の曲ってさ、なんかなんかやるよね、やる曲も多いしさ、うん、半分もない、3分の1ぐらいはよくやる曲じゃん。
私なんかロマンスロケットとか結構印象的な、わかる、印象的な系だから。サマステでやったんだよね。サマステでロマロケやったの、うん、不思議だね。リマステラの6人で6人でロマロケ、6人でロマロケした。感想が寂しかったもっと人欲しい。感想が寂しかった。うん、こんにちは。ファイヤーコール、ね、あれさ、ん、あれどういう仕組みになってる今。何が？ファイヤー誰が言うの？え、あれあれだよ、立候補制だよ。立候補制？え、違う、なんかその12人でやるってなった時に、うん、普通何も決めてなくて、なんかファイヤー言いたい人みたいになって言うと手を挙げたの、うん、だから6人ぐらいしかいない気がする。ファイヤー言ってる、じゃあその日に今日ファイヤーしたい人ってこと？そう。え、毎回確認するの？いや、しないよ。まあいいんじゃない、言っても。やった、言っちゃおう、うん、ハイヤーって言うのいつも言ってるもん超気合い入れてお腹から声出してるから。任せてよ、ファイヤーって。ファイヤーやらせてね。だからファイヤーは、そう、ファイヤー言う人と言わない人が、イボする歌い始めなきゃいけない人と、そう、分かれてるの。二手に分かれてて、今どういう感じで分けてんのかなと思って。え、こそのプリ、まあこっちの美女いいな。本当？うん、あんま変わらんくない。でも嘘、うん、あんな子ちゃんがもちもちしてる今はお仕事中もこの時間だと。あゆかぴょん発音の翻訳、違う、私だよ、私が発案したんだよ、ファイヤー。え、発案とかない。違う、なんかファイヤーに、なんかこの公演の好きなところみたいな MC をしたときに、うん、多分ね、そんな感じのお題だったんだけど、なんかロマンスロケットでファイヤーを言うところって言ったのね、私が、うん、そしたら、そのみんなで言った方が楽しくないみたいななって、なんか言ってる人もいる、ファンの人。あ、ファイヤーの人にも言ってもらおうってこと。そう。あ、なるほどね。良い考えではないでしょうか。あ、マイク塞がれてる。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。え、塞がれてた今。わからない。わからない。わからない。今日寒いですね。寒い。めっちゃ寒い。なんかこの空間があったかすぎて、ふわ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 も好きでもね。ふわふわ。お昼ご飯食べましたか？だって食べましたか？何食べました？なんかまずほぼ朝じゃない昼、あ、うん、ほぼ昼の朝になんかちょっとうどん食べて家で、うん、ほんのちょっとね、うんうん、もうお母さんと半分こさん、あ、いいじゃん、あのお昼ご飯食べようって言ってたから、うん、だけどその前にちょっとだけ食べなきゃいけないお仕事でちょっと食べて、うん、その後なんかでもご飯食べようって誘っちゃったから野村なんですけど、うん、なんか小ラーメンがあるお店に行った。だからいいですね、これ小ラーメン食べたけど苦しい苦しい。ゆずはおにぎりと、うん、ぶどうジュースと、うん、春雨サラダ、うん、とスタバです。なんか食べてんのか食べてない、なんか食べてないようで食べてる食べてるみたいな。でもなんか飲み物も飲んでるし食べるし。でもさっきヨーグルトも食べたの。あ、そうそう、食べてたよ。でも私逆に食べてそうで、量的に見たらそんな食べてないのかもしれない。けど苦しいから多分食べてんだろうね。確かにね。こんにちは。スタバはね、あれ飲みました、ど忘れ
名前。店員さんが可愛かった。すぐ言う。いつもすぐ店員さんが可愛かった。スタバだけじゃない、めっちゃ可愛くね。スタバだけじゃないもん、なんか洋服屋さんとかでも。そう、めっちゃ可愛かった。あの店員さん可愛いみたいな、インスタないかなとか言い始める。すぐインスタ探しちゃう。そう、お洋服屋さんとかだったさ、なんかその今時ね、載せてたりするじゃない。ちょっと前にあのメンバーとポップアップ行ったんですよ、お洋服のお店の。そのなんかそこで本当に可愛くて、店員さんがマジで可愛くて、インスタ見つけ出した。怖っ。見つけ出したインスタ。怖っ。特定した。こんにちは。ちゃんとその一般の方のインスタとかじゃなくて、普通になんかお洋服屋さんのなんかちゃんと店員さんのね、あの人だよ。そう、さすがにインスタ、なんていうの、コーデとか載せてるよね。そうさすがにね、一般の方のインスタは探ろうとはしませんけど。でも可愛いなって思う、いつも。おもろ。こんにちは。フラペチーノは最近飲みません、寒いので。寒いのと飲みきれないので飲みません。こんにちは。今日も公園です。手綱です。今日 S いっぱいじゃない？いっぱいいるだよね。ここ2人と誰がいる、ちかさん、あゆかぴょん、みゆちゃん、みくるもだった気がするな。めっちゃいるよね。ねえ、ええ何の絵かと思ったら、その絵か。うん、それしかないやろ。え、半分 S だって。じゃあ、合ってんじゃない。ここ2人と、ちかさん、あゆかぴょん、みくる、みゆちゃん。それはもう S 公演ね。あとは誰だ、サーヤ、カエニャン、ミキちゃん、おしりんさん、ミオちゃん、サンちゃん。なるほど。こんにちは。なんか糸ミキとか公演一緒に出たことあったっけ。一回くらいあるんじゃないの。あるかな。確かに、そういうのも手綱とか出ないとね、出ないよね。ユニットのやつが一緒だったんだよ、ね、ああ、対抗戦、うん、懐かしい。糸引き、だって劇場のステージでこんにちはした記憶ないもん。とか言って、出てたらどうする。どうする、重ねて足跡とか出てない。さすがに出てないか。出てないと思うけど。じゃあもう分からんとか言って出てたらマジでごめんなさい。いや、多分ないと思う。分かんないけど。チラッと映ってこうやって、ちょっと半分しか映ってなくてやってみた。とてもすっぴんなのでね。二人ともすっぴんだからマスクしてるんだよ。まあ外してもね、別にいいんだけど、ね、変わんないけどね。でも、よりサチが薄い。いや、サチ薄い。こんにちは。逆に鼻からしたってメイクしてもあんま変わんなくない。だってね、目だよ。うん、逆にアイメイクバッチリしてる。むしろ私は前髪が一番大事だと思ってる。ああ、それもそうだ。15分。今何分？今3分。あ、ありがとう。完璧やん、時間。1904日なんだ、すごいね。サンタイヤン。マリン22歳に見えへん。赤さんや。22です。21歳ではありません。22歳。もう22歳か、うん、
早いね。そらあんたも二十歳になるよ、ね、なるよなねえ。そらあなたも二十歳さ。おかしいよ。ああ、なんで、なんで二十歳になってんのよ私。おかしい。チーカーみたいな声出しちゃった今。チーカーみたいな声なの。チーカーってさ、うん、わー、え、そんなとか、なんか声出すんだ。そういう系しか喋んない気がする。え、物は言わんの。え、どこのおじさん、物は言わんの。え、うんとかすんとか言わんの。言わん。あ、言わないんだ。ほえーみたいな感じなんだ、うん、なんか普通にありがとうとか言うかと思って。あ、言わないんだ、ちいかわって。へえ、おもろ。どこの おじさんだよ。あ、そうなんだ。結構おしゃべりする。物言わんの。そんな笑う。え、もっとなんか普通におしゃべりできるキャラクターだと思ってた、うん、あ、違うんだ。ハチワレとかはしゃべるけど。え、結構歌あるじゃん。あ、ひとりごつ、うん、あれはハチワレ。あ、そっか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 。いや、だからか、八割しかあんま分かんないからか、うん、え、なんで喋れるキャラと喋らないキャラがいるの、そういう設定。うん、多分あんままりも詳しくないけど、ちいかわ難しいね最近は。なんかそういうさ、キャラクターが多くて、うん、おパンチウサギとかね、おぽちゃむとか、うん、あ、ピカチュウと同じ感じ。確かにピカチュウも喋んないもんね。確かに、そういう感じなの。ピカチュウピカピって言うじゃん。あ、ピカピって言ってんだ。あれ、あれでもサトシ追うときだけピカピって言うんだ。そうなの、うん、ピカピ。あ、もう6分だった。5分に終わろうと思ってた、ね、そろそろじゃあ終わろうかな。ありがとうございました。今日は18時半から鉄菜に出ます。2人とも見てください。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。また明日ね。ありがとう。ありがとう、優しい。おいおいおい。ありがとう。